開幕前日ということで、今、ご自身の心境としてはいかがでしょうかそうですねあの、徐々にというか、まあ、もういよいよだなという感じもしますし、まあ、いい緊張感の中で、はい今日は練習できたかなと思いますその緊張感というのは、いつ頃から徐々に湧き始めてきましたかそうですこっちにキャンプ終わって、えー、球場で練習するようになってからは、徐々に意識し始めて。 いい、まあ、いよいよだななう、はい、感じになってきました開幕投手が発表されたのが去年の9月28日開幕まで半年間この半年間というのはご自身の中で長かったですか、短かったですかそうです、ねまあ、長かったですすねね長かかっったやぱり、はい、日々、どういったことを思いながら考えながら過ごしていたんでしょうか。 まあ本当キャンプまでは別に全然何も意識してなかったですけど、まあ、キャンプ入ってからは、えーまあ、一番初めに投げるということで何、えー、て言うんですかね、まあ、意識して、まあ、しっかりと、えー、コンディショニングだったり体調だったりというのは気をつけながら、はい、練習したかなと思います明日はプロ野球の開幕だけではなく S コンの開幕ということで。 全国のプロ野球ファンも注目する中での一戦ということになりますがそこでマウンドに立てる一番最初にマウンドに立てるというのは一野球選手としてどのように感じていますか本当に光栄なことですし、えー、まさか自分が、えー、投げるとは思ってなかったので、まあ、もう本当に思いっきり初回から全力で、はい、頑張りたいいと思います明日の試合はご自身の中で何イニングを投げて何対何で勝つと。 といいいいううイメージというのはされててますかあもうないですかあしなで本当、初回からいけるところまです楽天打線、新外国人選手の加入などもあって打線の厚みも増していると思いますが加藤投手の中で警戒しているバッターなどいいましたら教えてください僕は本当変わらないですね、1年目から本当全員が、えー、いいバッターだと思っていますし本当挑戦者のつもりで投げるのでもう全員が意識しながら投げたいと思います。 おそらく相当答えにくい質問だとは思うんですけれども、注目される中での初球は何を投げますか。どうですかね。まあ本当キャッチャーの要求通りにしようかなと思ってます。はい。ご自身の中では何か投げたいボールであったりというのはないですか。そうですね。特にないですね。はい。もうキャッチャーに任せます。今日この後というのは加藤投手はどのように過ごしますか。この後ミーティングして、えー、まあゆっくりお風呂を使って。 まあ、家に帰ってゆっくりしようかなと思ってます。明日に向けて、何か願掛けであったり、ルーティーンなどはありますか。うん、特にないですね。まあ、本当に。あまり意識しすぎないように。はい、過ごそうかなと思ってます。明日は超満員の中で投げることが予想されますが。そのファンの前で、どのようなピッチングしたいですか。まあ、そうですね。まあ、あのー。 こんな一日か。まあ本当全力プレーを、はい、チーム一丸となって、はい、頑張っていきたいと思ってます。このエスコン初戦というのは重みとしてはどのように感じていますか。まあ、えー、そんなこと聞くスカ <laughs>、えー。まあ本当大事な一戦だと思うんですけど、えー、まあチームがいい勢いになるように。 はい、しっかりと自分のできることを、はい、やりたいと思っています。